皆さんおはようございます。私はこの磯田康夫ですよね、はい。71になりましたですよね、はい。66の時に外国大学行きまして、69歳で研究合格、それからこの動画作っております。まあ、今日は何の話ということで、こういう感じなんですよね。いや、実を言いますと、今年からね、個人コーチングっていうのは始めてみました。言うてももう私が個人でやるだけのことなんやから、そんなたくさんのこと人をね、面倒見るのは不可能なんで、ほんまの若干名で始めております。で、初めて昨日担当したんですけどね、30代の男性の会社員の方で、東京在住の方ですよね。まあ大体準1級レベルのラインの実力の持ち主で、まあできるだけ早い時期に1級以上になりたいということで、まあ私の方もね、選ぶ時に、まあ別にそのご本人のね、実力、まあそれは1級の方、準1級の方、2級、あるいは3級の方であっても、別にそれは構わないんですよ。それはどうのこうのということであって、やはり一番肝心なのは、ね、やる気ですよね。でないと、せっかく個人コーチングやってもいつの間にか消えてしまったということになったら、何してるこっちゃ分かりませんしね。貴重な、ね、時間を割いてやるわけですから、やはり成果のはっきり出るぐらいのこう意欲的な人を、まあ、一応選んだというかね、なるべくそういう方に来てほしいなということでやっております。で、まあ、昨日の方もなかなか熱心な方でね、まあ、会社の方はね、今ちょっと なんていうんですか、ディスタンス、うん、リモートワークっていうのか、じゃごめんね、忘れちゃいますね。リモートワークが多くなってますのでね、結構こういわゆる自宅にいる時間が多いので、まあ勉強に避ける時間が十分あるので、この機会に、がっつりやりたいということだったんですよ。で、まあそういう条件整ってるんでしたらね、こちらもしてもやりやすいですよね。っていうのがね、語学の学習ってね、例えば1日1時間というような、まあそういう趣味的なやり方もありだとは思うんですけども、それではね、いつまでだっても低いレベルをずっとさまようだけになっちゃうんですよね。で、どこかでまとめてもうぐっと圧縮して、もうほとんど一日中もう何も英語に全力尽くしてしまうという、そういう期間を例えば半年とか1年ぐらい作っといて、そこをもうむちゃくちゃやっちゃう、そういうことをやるとぐっと上に伸びてくるし、面白みも増してくるし、まあ、続けられるんですよね。だから、いわゆるちょっと趣味的に1時間ぐらいちょこちょこっとやってますという方の場合はね、結局ずっと低いレベルをこうさまよっちゃうんだよね。で、まあ途中で嫌になってやめてしまうという、そういうパターンが一番多いんですよね。まあですから、最終的にはね、この見られる方が自分の生活とか自分のね、思考と目的とかで最終的に決めていただければいいんだけれども、やっぱりこの上級者目指してやろうというんであれば、相当の時間をドーンとつぎ込んで、例えば1年とか半年以内にドーンとある程度のレベルまで上げてしまわないと、なかなか難しいということですよね。挫折してしまう人が多いということ で幸い昨日お会いした男性の方は、それができる条件があって、なおかつやりたいということで、まあお仕事なんかでね、使われて自分なりの、まあ、独立してやりたいという、そういう強い意欲を持っておられる方でしたので、まあ、こちらとしてもね、やりやすいんで。で、まあ、しかもその方はね、準1級と1級ともう両方並行してやりたいって言われてましたので、まあそれはそれは OK ですよって。なんで、まあ、話聞いてますと、準1級は多分次回ほぼ合格するのは間違いないだろうなというような感じの実力の方でしたから、まあ準1級と1級並行してやったらいいよっていうことで話してたんですけどね。今単語帳どんなのがいいのかということで、まあ一番標準に出てるのは応文社のこのデルタンですよね。ただね、この1級の場合はね、この今回のこれは御定版になるんですが、御定版ですよね。確かそうですよね。御定版になってますよね。今一番新しいやつね。で、これはね、かなりレベルが下がってるんですよ。ですから、これだけでは足らないんですよね。不足します。ですから、中古本屋さんで4定版を見つけていただいたら一番いいんですけども、もう最近ちょっと4定版ももう物不足になっちゃってるみたいなので、まあ、これとでしたら、あと補足するのはこちらを言ってるんですよね。これですよね。
ジャパンタイムズが編集してる、英単語っていうやつですよね。これの超上級版っていうのがあるんですよね。一番上のクラスのやつですよね。それをおすすめしてます。この2冊を使って、単語やるんでしたらね、この2冊でやったらいいよっていうことで言ってます。で、あと、試験合格ということを目指すんでしたら、もう過去問を徹底的にやる。で、まあ大体30回分やってくださいって言ってるんですよね。また30回分集めるのはちょっと、まあ20回分ぐらいだったら簡単に集めれると思うんですよね。通常の文社論で6回分入ってるでしょう。うん。だからあれが3冊持ってきたら、18回分ですからね。まあ、中古本屋さんで探していただいて、古い方ね、新しいのは出てるけど古いのは普通の本屋さんにはもうないので、それプラスあとは問題集でいろいろありますよね。で、幸いね、準一級の場合はね、いろんな問題集が出てるんですよ。ですから比較的やりやすいですよね。ところが一級になってきますとね、もうそんなに本そのものが出てないってどういうことかって、売れないんだよね。一級の受験者そのものが少ないから、一級の本はもう本屋さん置いてないところの方が多いよね。うん、売れないですから。ですから結果として一級向けの問題集っていうのは非常に少なくなってしまいますよね。ですから一級の場合は、まあ、過去問ももちろんそうなんですけど、それ以上に通常のものを読んだ方がいいというふうに私は言ってるんですよね。ですからニューヨークタイムズであるとか百科事典であるとか、その類をもう片っ端から普通に読んでおくという、それがおすすめなんですよね。で、まあやはりね、ぐっと圧縮して、その期間、例えば1日3時間、4時間、もう徹底的に聞く。で、それと聞く方もね、昨日の方にも言ってたんですけど、やっぱり2時間以上はね、聞いていただきたいという、まあ、どういう内容のものかといろいろ説明しておきました。で、まあ、私のやり方はね、同じもん2回聞くなって言ってるんですよ。いつもそう言ってますよね。そうすると言われると、なんで同じもんを2回聞いたらいけないんですかという質問来るんですけどね。まあ、例えば、BBC の6 minutes っていうのがありますよね。英語学習者に作ってる YouTube のありますよね。 YouTube にアップしてきてる。で、例えばね、同じの3回に3回聞いたとしたらね、サブロック18、18分使って同じことを3回やってるだけでしょ。それだったら18分かかって3回違うのを聞いた方が絶対得なんですよね。なぜ得かというと、語学っていうのはね、できるだけ幅広く大量にやった方が勝つんですよ。だから同じことを3回やってるということは、時間がものすごいロスになる。3分の1しか進んでないってことでしょ。同じことを3回聞いたら。でもその3回の間に違うものを、全然違うものを聞いたら3倍聞けるわけですよ。そうするとここで差がついちゃうわけなんですよね。だから同じものを聞くなっていうのはそのことを言ってるんで、その同じものを聞く時間だったら違うものを聞けと。ほんだら分からないとこどうするんですかって聞いてくるんだけど、もうその分からないとこを怖がってたら語学ってできないんだよね。うん、もう分からないとこが気になったり、なってたら、次進めなくなっちゃうのよね。うん、まあ、もちろんね、わからないところをいろいろ研究するってのも、それはありですよ。それは悪いわけじゃないんだけれども、それにこだわってると、量がいけないんですよ、量が。まあ、きっちりやるとね、量がいけない。やっぱり語学ってのは絶対的に量のを増やした方が勝ちますからね。だから、まあ、その辺ちょっと難しい問題もあるよね。きっちりと読む方が、聞く方がいいのか、もう多少そんなことはほっといてでもたくさん聞く方がいいのかという、まあ、私の経験では聞く方に関してはたくさん聞いた方が良かったですよね。ただ読む方につきましてはね、両方やってましたよね。つまりきっちり読むっていうのと、比較的早く読むっていうのとね、両方並行しながら、それはやってましたよね。うん、現在でもちょくちょくと調べる場合もあれば、ザーって読む場合もあるという、まあ、そこはこう自分なりにバランス取ってやってますけどね。そういうふうにしてやってきてます。ただ、ここで特に言いたいのはね、もし上級者を目指されるんであれば、もうとにかくちょっともう半分、お友達との付き合いもお断り、うん、それから家族と口聞くのを減らすとか、いや、そういうことをやらないとね、無理なんですよ。家族旅行も行く、友達とも飲みに行く、それで英語ができるかって言ったらね、そんな甘くはないんですよね。だから1年間もすんません、もう LINE だかなんだかももう全部
消去してしまう、あるいは自分のアドレス変えちゃう、それぐらいやっても絶対お友達とも付き合わないっていう、それぐらいのレベルにしといかないと英語への集中っていうのはできないんですよね。だからそこまでしてというんでしたらね、なんか他のことされたらいいんですよね。語学以外にもいろんなことありますからね。もし英語やるんだったら そこまでやらないと上はいけないんですよね、まあ、だからどっちを取るかは、まあ、これを見てる方の判断ですよね、まあ、その友達付き合い大切だって言うんだったら、まあ、それはそれそっち行っていただいたらいいわけだけども、もうそういうの1年間はいすいませんけどもお断りっていうことで行くか、まあ、それはまああなた次第ということですよね、まあ、やってくださったら成果は出てきますよね。でまたね、面白いことにね、1年間か2年間そういう、もう、世俗の人々との付き合いも立ってやると1年後2年後にはね、全く違う人々との付き合いが始まりますよ、全く違う世界が開けてくる、それだけはもう言えますよね。ですからその違う世界を向かっていくのか、まあ、今まで通りでちゃんちゃらちんちゃらいくのかというこの判断ですよね、だから最終自分の人生変えたいんやったらそこまでやらないと自分の人生って変わらないよね、そういうことです。